はい、速稼塾の久保です。今日からですね、この今まで、ネクストですとか、例のやつとかって言われてたコーナーをもう統合してですね、ネットワークビジネス MLM のコーナーにさせていただきます。ということで今日から MLM というスタートをさせていただくんですけども、当然ですけども今までやってたようなね、情報発信もこの中でしていきますので、そこはね、心配なく、ちゃんとサポートもしていきますんでね、でね、今日は大前提として、ネットワークビジネス、いわゆるね、MLM に参加するときに、どんなものだったら参加していいのか、どんなものは参加しない方がいいのかっていう、このね、成功率と失敗率のことについてお話ししようかと思うんですよ。すごくシンプルですんで、すぐ覚えられます。4つの条件ですね。1つ目は初期費用が安いことです。登録貧乏っていうのがあるんですけども、こっちのネットワークビジネスに登録して5万円払いました。でもこっちの方が良さそうなんで、こっちの方に行って、こっちに3万円払いました。で、向こうにもっと良さそうなのがあったんで、こっちでね、また3万円払いましたってなって、登録費用が一番高いということになるんですよね。登録費用が高いんで、まだ活動ほとんどしてないのに、登録費用を複数払って損しちゃったみたいなことがあったりするわけなんですよ。基本的にね、ネットワークビジネスって、1人が1個ぐらいしかできないと思います。というのが、ネットワークを使ってあらゆるものを進めていったら、2個以上のものを進めていったら信頼を失っちゃうんですよ。ですんでね、例えばなんかメラルーカっていう日用雑貨のネットワークビジネスがあるんですけども、メラルーカをやってる人は延々とメラルーカばっかりやった方がいいです。他のを進め出したらもうこれはね、ブレちゃってんじゃないのっていうふうに思われて、なかなかね、リピートをついてくれないんですよ。ですんで、自分はこのネットワークで行くって決めたら、他のネットワークビジネスはやらないことだと思います。できて2つまでですね、これが一つ、初期費用が安いことっていうやつですよね。だから複数掛け持ちしない方がいいです。二つ目は、物品とサービスのそれぞれのネットワークビジネスがあるんですけども、できればサービスを提供するものをした方がいいですよね。で、物品っていうのは、やっぱり月に1回物が届きますんで、それが在庫になっていったら、このネットワークビジネスやってらんないなっていうのが顕著なんですよ。で、サービスっていうのは、使われない時でも形が残らないんで、加入してることを忘れやすいんですよ。ですんで、リピートが高くなりがちなんですよね。と同時に、自分も知らず知らずのうちに毎月課金されてるってことになりますんで、そこをバランス取ってやっていくことが必要だと思います。どちらかというと、自分の組織を広げるときはサービスの方が抵抗がないし、物品の方は結構ね、抵抗があってダメージを感じさせやすいんですよね。ここを気をつけてみてください。3つ目のことなんですけども、ネット配信をしていることです。やっぱり口コミのビジネスなんで、口コミでいくことも大切なんですけども、でもやっぱり今の時代ね、ネットでお客さん取れない人は、基本的にネットワークだろうが何だろうがビジネスはやらない方がいいですね。ネットの方がスピードが速いんですよ。で、ネットでいろいろと比較検討できますんで、ネットがね、使えないっていうか、ネットはほぼ使ってない方、SNS をやってない方とか、とりあえず発信をしてない方はネットワークビジネスには向きませんので、相当困難な道が待ってると思ってください。だからもうネットをやってるのが当たり前と、発信してるのが当たり前っていう、自分のネットワークビジネスでやってる商品をその発信の中で紹介するって形にできれば、そんなに難しい、ね、戦いにはならないということでございます。で、4つ目が、自分がそのネットワークビジネスの愛用者であるってことなんですよ。自分が気に入ってるからこそ進められるんですよね。儲けるために参加して自分は在庫を貯めていたみたいなことになって、本当お笑い話にもなりませんし、商品の説明もあやふやになってくるんですよ。もちろんサービスの件もそうですけどね。ですんで、自分が愛用者であることもやっぱり大事な条件だと思います。で、ということでね、私がこれからネットワークビジネスを考えるときに失敗しにくい4つの条件、もう一回繰り返していきましょう。まずは初期費用が安いこと、2つ目が物品とサービスだったらサービスの方がいいよってこと、3つ目はネット発信をしていることが前提であるってことですね。4つ目が、自分がそのサービスなり商品の愛用者であるってこと。必ずこの4つを覚えておいて、ネットワークビジネスに誘われてもこの4つが合致してないんだったら、ちょっとね、困難な道になるなっていうのを覚悟していくこと、そして覚悟した上で、じゃその4つのうちの欠けてる部分を補強してもらうようなアップラインに出会えると最高ですよね。例えばネット発信をしてない方だったら、自分のアップラインがネット発信をしてれば、それを教わればいいだけなんですよ。こういうふうに人間関係ビジネス、ネットワークビジネスっていうのは、人間関係をしっかり使って自分を成長させながら組織を成長させていくって形にならなければきついですね。やっちゃいけないのが、自分は何もせずに組織の膨張とともにぶら下がってこうやってね、上に上がっていけないかなって期待することなんですよ。これはね、あんまり人に大事にされない方法でもありますし、自分の力が全くつくわけではないので、本当にね、簡単に、ポイッとされてしまいますので、お気をつけくださいということでございます。それでは本日は以上です。